てんちゃんとペイちゃんが紛らわしいと。めっちゃわかる。うなずいてる。そうなんリカ。あ、なんかマネージャーさんとかに呼ばれるときに、うん、てんちゃんとペイちゃんが、ね、あのややこしくて、まあね、あの自分が呼ばれてないのに返事をしてしまいます、うん、そうか、うん、そもそもペイちゃんっていうのがよくわかんないもんね。それ直せば。てんちゃんはだって名前だもん。そうだね。そうだそうだ。てんちゃんはてんちゃんなんだよ。てんちゃんだからね。で最年少だしちゃんで会ってるけど、最年長でペイちゃん。なんだそれ。改めて考える。なんだそりゃ。お前今年いくつになるんだ。何野放しにしてるよそれを。ほら冷静に考えたら本当そうだな。正せ正せ。しかもなんでお前から言ってんだお前。ありますみたいな。お前がさ、てんちゃんサイドからだったらね。てんちゃんも困ったりしてんのこれは。はい、もうしょっちゅうですね。あ、しょっちゅうなんだ。ダンサーさんとかが、うん、こう立ち位置こっちだよっていうのでペイちゃんって呼ぶと、はいみたいになっちゃうんですよね。あ、そうか、ダンサーさんもペイちゃんって呼んでんのか。そうか、はい、ペイちゃん今てんちゃんに聞こえる？どっちか分かる？もう一回お願いします。ペイちゃん。どっちでしょう、どっちでしょう。どっち？ペンちゃんみたいになってる。ペンちゃんって言う。もう一回いくよ。ペンちゃん。どっちでしょう。どっち？どっち？ペイちゃん。ペイちゃん。え、なんて言った？ペンちゃん。ペイちゃん。ペンちゃん。ペイ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 ちゃん。ペンちゃん。何これ。ペンちゃん。よし、じゃあもう今日からリカは。ペンちゃんに近づける。より